埼玉からお見えです。伊藤岳さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。埼玉から来ました伊藤岳です。9月の28日に、埼玉のデモグループ27団体が横で手をつなぎまして、仙台原発再稼働反対オール埼玉行動っていうのをやることになりました。埼玉でも全国でも掘りずに粘り強く脱原発の運動が続いている。皆さん本当に心強い限りじゃありませんか。28日午後3時大宮駅西口デッキ、ぜひおいでください。我らが仲間火炎瓶鉄の登場ですね。参加でさせていただきます。皆さん何が仙台原発合格証ですか。日本有数の火山地帯じゃありませんか。火山の予知は難しい、噴火の予知は難しいって専門家だって言っているじゃありませんか。新規制基準というのも皆さんもう名前変えた方がいいですね。新稼働基準じゃないですか。原子力規制委員会もそうです。原子力推進委員会じゃありませんか。いう火山地帯のところの原発も再稼働させる。もう皆さん安倍晋三の頭は全くコントロールされていないではありませんか。皆さん懲りずに声を上げ続けようじゃありませんか。仙台原発再稼働反対、私火炎瓶鉄、公式アジテーターとして参加いたしますので、この公式というのがミソでございます。前回、第1回目でしたっけ、あのオール埼玉でも前回は第1回目ですよね。オール埼玉、あ、そうだ、前回集団的自衛権をテーマにオール埼玉デモというのがありまして、私来てくれないかって言って、あの実は何の予備知識もなしに行ったらでかかった。予備知識もなく行ったらでかくて暑かった、埼玉はなかなか暑いですというわけで、今回もその暑くてでかい埼玉に行くことにいたしましたので、よろしければ、いや、いろいろと重なってますけど、よろしければご参加ください。よろしくお願いします。それでは。